Thank you.
れた。そうですね、県大会で自分たち決勝で負けてしまって、そこから練習の取り組み方だったり、一つ一つ挨拶だったり礼儀正しいところをしっかり自分たちでやってきたことだと思います。そこが勝利につながってすごく嬉しいです。新チームになってからすごいまとめることが大変で、やっぱり一人一人気持ちが強く、その中で自分がしっかりまとめてやっていけるように、練習もそうですけど日頃から声かけを自分からして、自分から積極的にやってきたことがチームとしてはいい方向に向けて、そしてチームがいい雰囲気になれたと思います。インターハイが長岡開催なので、そこでしっかり1位を取ってインターカップも日本一を目指して頑張りたいと思います。そうですね、北信越の優勝は5年ぶりなので、子どもたちよく頑張ってくれて、それが結果や成果に結びついたんで、子どもたちの自信にもなるので本当に良かったなと思っていますし、こういう大会ができて本当に感謝しております。途中でどちらに転ぶか分からないような状況だったんですけれども、本当に足をしっかりと動かしてくれて、お互いのコミュニケーションを取り合って、まず崩れそうなところを崩れずに、持ちこたえたところが非常にこうコミュニケーションでチームらしく、こう今日なんかそういったところだし育ってきたなというふうに感じています。そうですね、新人戦県大会が終わってから、子どもたちも練習限られた中で、やって、そういうところが出てきたので、コンディションは割といい形で挑めたかなと思います。そうですね、留学生 の選手生徒を中心に、ディフェンスで粘り強く頑張って、ゲームをワンゲームやれたらなというふうに思います。そうですね、8番の箕輪美沙志、あと12番の大月俊、ガードの選手が今後もチームを引っ張っていってもらいたいなという部分で期待してますし、楽しみにしています。今年はインターハイがもし開催されるのであれば、長岡で行われるので、地元のチームとして上位を目指せるように、今後一戦一戦戦っていきたいなというふうに思います。ここで満足することなく、さらにこう努力を互いに切磋琢磨して、より良い強いチームになっていきたいなというふうに考えています。